今回のホームはサーファー塩の塩根ペア。決勝進出を決めるのは一体どのペアだ。ペアパチンコバトル第5章準決勝バトルスタート。さあ塩根、はい、我々丸ね、はい、塩根が出てくれまして、まあオープニングでも言いましたけど、無双ちょっと言ってみますかね。そうですね、一応無双抽選取ったわけですから。あれ、あのネスだから負け負けサインが出てますんで、早くしたいと思います。もう今回胸を借りるつもりですから。さあ我々ネスさん何打ちたいんですか。僕ですか。僕ダイヤマトが打ちたいですね。ダイヤマトはない。ダイヤマトはない。あ、いいでしょう。塩根あるよこれ、うん、ヤマトにします。あ、変装しか私わかんないけど、どうぞと被ります。何なのこの人。わー、なんとかしてくれ。バツ、バツだね。バツいけた。はよしてね。はよ決めましょうね。どうする、これにする。これ決めましょうか。いいよ、どうぞどうぞ。あ、決まりました。じゃあ、ここで。あ、じゃあ僕もそれ打ちます。え、僕もそれ打ちます。面白すぎる、頑張りましょう。無双いっとくか。どうします、ね、どうします。え、でも桃鉄はちょっと気になるよね。桃鉄あれはね、無双じゃ2000円ぐらいやってみて、やってダメやったらもう移動。ダメだったら桃鉄行きますか。今なら移動できるから様子見よう。さあというわけで私はですね、北斗無双から、宣言通り打ちたいなと思います。まあ様子見ですね。ダメだった場合は即移動。はい、準決勝気合入れて頑張っていきましょう。さあどっちの麦わらが勝つのか、見物ですぜ。狙い台の新北斗無双を確保できたネッス・セグコペア。早い初当たりが欲しいところだが、だとするとなんだこいつ、何で出くんだお前。覚醒の分かんない。 何が出る、なんて出る。あ、普通覚醒だよ。覚醒しましたね。あ、いいじゃない。あ、大じゃない。色は普通。あー、ダメっぽい。決戦形リーチに発展するも全くチャンスアップ絡まず。さすがにこれはちょっと厳しいか。え、やっぱりね。思ったよ。うん、ですよ。分かってましたよ。もちろん。パチンコライターだもん。いや、ですよ。です。はい、です。あっ幸先いいな。開始30分で早くも大当たり &ST ゲット。ネッス、最近初当たりが早い早い。まあ、セオリー通りってやつですよね。後半全然チャンスアップなかったんだけどな。まあ、うん、リンちゃんにします。リンちゃんにしときました。リンちゃん、オッケー、いったね。ああ、これいったでしょ。 1だもの。マミヤさん行ってくれ、お願いします。うわ、ダメ。ああ、マジか。大丈夫、俺はできる。あとね、星4とか赤保留で意外に外すから。そういうことよ。意外に外すからスルーさえしなきゃ何でもいい。そうなんだよ、うん、そうなんだよ。 OK、 これも行くでしょうよ。パーン。 ST 単発スルーを恐れるネッスだが、強い人来ちゃった。やりました。いいですね。早くも16ラウンド大当たりをゲットしたネッス。これは大きい。お、こんもりだ。キャラ変えんときましょう。変われ。これ変わんないんだよね。変わったけど。金、金、金、金。あ、赤だけど十分です。あ、もう枠が、てかキャラが。イエスイエス。もう長ねえっつってますからね。いいよ。よしよしよし。
これも多分16分になるんじゃないですか、OK、会長ですね、会長の滑り出しでございます。ちょっとじゃあ行きましょうか。はい、ね、俺もでもしおれやってないんだよ。やってないんですか。やってると思ってました。ポケモンあんまよく知らないのよ。まあ私もそうなんでやってないんですけど。いやしおれさ、あの黄色い生物の名前知ってる？ピカチュウぐらい知ってます。いや俺それ知らなかった。ああそうなんですか。あれがポケモンだと思ってたから。いやね、打ってみないと分かんないからな。まだ午前中なら空いてますし、移動しましょう。私も落ちましたし。ランダム打ってみる？うん、まあちょっとやってみますか。もうランダムは20ライトなんですから。立ち回りがいまいち定まらない塩の塩姉ペア。しかしガンダムへ移動後わずか1回転。おい、いきなり赤い。対戦感を上げてご覧に入れます。あ、2人ともこれホゼロの演出ですね。そうです。さあ、すごく強いよ結構。これ外れたら嫌だな。でもてか出ると思わなかったんですけど。結構熱いよすごくは。でもチャンスアップが白いしダメだろうな。えい、いやまあまあそれはもうダメですよ。ですよね。しょうがないしょうがない。私にもまだおスイッチはなかったか。惜しくも1回転大当たりは逃した塩姉だが、その後すぐに緑捕虜に私もなりました。おお、赤。ここで捕虜が赤に変化。大チャンス。あれ？ゴックでしょ、ゴック。あ、ゴックか。まあ、後半かな。白いし、これもあっさり外れ。その後、幾度となくチャンスは訪れるも投資だけがかさむ状態。まあまあまあしょうがないじゃん。とその時、お、いった。ズゴック、ゲルググゲルゲグゲルゲルゲル、ザクズしか出ない。まあそうですよ、こりゃ。もうあとはこいつに期待するしかないよね。いけいけ、ニュータイプゾーン。これは今2回でしょ。2回、3回煽ればチャンスです。おいた。ああ、どうにかしてくれ。これ落ちよ。なんとリーチ中にニュータイプゾーンへ突入。これで期待度は跳ね上がるが、果たして。ラストラスト。そうなんだよ、こいつね、熱いんだけど当たんねえのよ。復活してくれない。あ、ちょっと長いんだよね、煽りが、ね、長い。いやでもしようね、いい。ビッグドリーム、ビッグドリーム、ビッグドリーム行く。もう手を打つなら早めのがいい。まあ、この間もビッグドリーム早めに動いて4万発ぐらい出してくれたからな。はい、ビッグドリーム行ってみたいと思います。たまらずビッグドリームに移動する2人。なんか雲行きが怪しくなってきたぞ。いや終わっちった。 ST 中のネスは微妙な3連で終了。さあ、しょぼかったっすけど、とりあえず16に偏ってる状態だったんで、まあまあまあありがたいですよね。一応まとまった出玉になりましたので。じゃあちょっとね、ちょうど1万円使ったところで、じゃあ私、ネスミさんのところに。おい
本名ね、登るの隣で、フルネーム完成したよ。引き続き初当たりを目指すネッスは ST 抜け後わずか47回転。あの学生後からパターンなんてあんの。あ、でもこれ金だね。いけるね。あ、しかも、あ、運命の飛行で、あ、タイトル金じゃん。金、金保留。めっちゃ熱いよ。来たね。これは外さないでしょ。当たるよそれ、ね。ここでネッスに本気最強の4兄弟リーチ、しかも金タイトル出現。これは外せないレベルだが、果たして。飛んでいいレベルだと思います、ね、ちゃんと赤くなったから。あ、劇じゃん。しかも引きやす。よっしゃー、すごい。なんかね、初当たりそっちの方が早いと思ったんだよね、ありがたいね。デビちゃんごめんね、なんか横でうるさくて。つーか、早く覚醒しろよこいつ。怒んなよ、怒んなよ、ごめんよ、ごめんよ。なんか怒るよ、ボケ。ごめんよ、なんかごめんよ。止まんなさい。あー、残念。ネッス、ここは通常大当たりと、その時怒り心頭のセグコの台がついに。あ、最後まで行った。お、セグちゃん。あー、やっとやっと覚醒するわ今日。やった、これだけでこんなに嬉しい。幸せだね。幸せ。嬉しょとかしちゃダメよ。弱って。あ、しかも運命の人だ。あ、いいじゃない。当たらんけど、ちょっと。いけ。当たってちゃぶ台。もうぶっ壊れてんじゃん。若干の不安を感じつつ祈るセグコ。当たってちゃぶ台。激低。残念。ああ、セグちゃんやる。やったーと思いきや復活大当たり。ここ出る。ダメ。うれしょ、うれしょ、ちょんちょんわーつって。ここで止まれー。頼む、いっちゃいっちゃい。あ、いっちゃった。でもでもうれしい。うれしいね。ありがとう。よかったね。俺ここ引き戻すから。ありゃありゃ。しかし喜びもつかの間、2人揃って時短駆け抜け。赤あるんじゃない。あつ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 。決勝進出に向けて諦めないネッス。すると、あ、食った。ハート様、ハート様、おらんけど金保留です。雑魚軍に金保留と、嫌が王でも期待が高まる展開。3度目の初当たりなるか。いや、これはいったと思います。どうだ。え、ふった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 。かー、外した。金保留を外しショックを受けるネッスと、その時セグコの台が。これはちょっとカットイン出現に期待ですね。あー、ダメだ。あー、でももしかしたら。あー、来たー。
お願いします。フルフルしてるよ、フルフルしてるよ、フルフルしちゃうよ。 ST 単発スルーを恐れ震えるセグコ。するとやっと来たけ、当たった、まあ当たってるんだよ、すげえごっついの来たやん、うん、ごっつい人、ごっつい人、優しい人だから、実は当たった当たった。あー、ラオのロッカー、おおおおお、ほらね、俺が言った通り、メスさん、ありがとうメスビ言霊来た、うん、言霊だね、言霊来た、なんだよ、俺もすぐ当たってすぐもう、500連するから俺、言霊に期待、セグコ、ここで待望の16ラウンド大当たりゲット。さらに、あ、当たった、おめでとう言霊ね、言霊大事、おめでとう、でもまあ、ごっついの多いな、ごっついのチューンってなるよ、チューンって、チューンってなんなくても当たりだった、でも、まあ、ミア、イエス、言霊でしょ、そういうことよ、すごい、そういうことよ、あ、これ 7になるね、ほら、清き一票を私に都知事選出るのもう見てる頃には都知事決まってるんだからね、皆さんね、ごめんなさい、選挙、みんな選挙に行こうね、うん、ダメだよ、うん、一歩リードしたセグコだが3連で終了、まずまずの前半戦を終えた。行かなきゃ、あ、空いてる、12ってなってる、しおれ、これ教えてね、俺打ってんだけどよく知らないって、打ってんだけどさあ、なるほど、ちょっとまず当てないと、完全に手詰まり状態の塩の塩根ペア。そんな2人が起死回生を狙い選んだ台とは、ブラック見てるの、はーい、まあちょっと回してみましょうよね、はい、ちょっと好きな台は封印。前半戦残り時間あとわずかと、その時、オープン、オープン、音符出ました、おー、行軍やってやったよ、本日初当たり2でいいから、よーし、やっと当たった、だい、おー、16ラウンド潮野、やっと本日初の大当たりをゲット。さらに16ラウンド。まあ3連ぐらいはしたいわね。と言わずに20連ぐらいお願いします。いやいやいや、姉さん、これ言っても 70% ですからね。おい、ここでわちゃわちゃしないとね、すぐ抜けちゃうんだよ。わちゃわちゃ。おお、よかった。ガチでドキドキしましたよ。ここで当たると楽よね。お、教訓さん、こいつらがいるからね、あ、多分関係ないんだ、このキャラも、 お魚、おし、よし、よし、これ8ラウンド以上だ、8、あー、きたー、ストップ、おー、しゃー、あれ、よっと、8ラウンド、当たってる、あら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 、はい、やなの見た、あれからどうですか、私 ST 当たりました、すげえ、こっちの状況まで言っちゃったでしょ、見せときゃええもんを励まし合いみたいなああ、わかった、これ、そうですね、いいな、まあまあ
まあ 70% 継続でご覧になったらまあいいんじゃないでしょうかね。あの塩姉さんですね。あたらにゃー塩の奮闘するも5連で終了。一方塩姉は一度も当てられず前半戦終了となった。はい、私ですね、私が前半戦一度も当たりつけてないんでいち早く当てれるように頑張っていきたいと思います。はい、だいぶね、でも元気は戻ってきました。戻ってきた。いや、なんかもう紫外線で目が焼けちゃって。後半も引き続き大海物語ブラックライトバージョンを打つ塩の塩姉ペア。実は誕生日から当たってない絶不調の塩姉。しかしここで男塩野が見せる。ウツボが、ウツボがボワーって出た。あ、ウツボ出て、魚、魚、お魚出た。ハート出て、魚群。これ完璧な流れ。ハート出ました。いや、ハートじゃない、間違えた。音符出て、ウツボが、ウツボが出て、音符出て、魚群。おー、ありがとうございます。素晴らしい、早い。いや、今の流れはね、熱かった。います。お魚がいません。うわ、終わってもた。やっちゃったよ。塩姉が4枚目に行く中、塩野は痛恨の ST 単発スルー。大逆転は夢のまた夢で終わってしまうのか。3D ボイスじゃありませんでした。ああ、なんかそうそう、うん、3D ボイスボイス。やっぱそうだなと思ったんですよ。なんか同時で今シオネとリーチがかかったと思ったら、かかってないから。そう、なんかあれ 3D ボイスじゃないのかなと思ってたんです。 3D ボイスだそうです。うん、多分そんな気がしました。いや、そうそうそうだわ。そしたら再始動したからもうリアクションが素人だから。あ、クラゲ。これ熱いよ。またしても初当たりをゲットした塩野はさらに。お前、おお、よかった。やったよかった。いいな、鳴らせたいな。気持ちいい。同じ形で見事16ラウンドに昇格するも、この後すぐに ST 抜け。いつ当たるんや。大逆転するには塩姉の復活が鍵を握る。頑張れ塩姉、女を見せろ。あ、先読んだ。そっち行け、そっち。怖い。ここで塩姉に魚群発生。誕生日から当たらないジンクスを果たして打ち破れるのか。どこでいいから、どこでいいから。おお、やっと当たった、やっと当たったよ。4枚。同じ形で、あ、4ラウンドだけど、まあいいや。いや、長かった、ね、長かった。おめでとう。ついに本日初の大当たりをものにした塩姉。さらに、あら、お姉さん、ちゃんと認めてくださいよ。16ラウンドでした。見てませんでした。当たったことが嬉しくて。まあ、分かる、俺も 3D ボイス気づかないぐらいだ。ここからたまりにたまった塩姉の鬱憤が大爆発。ダブルで、テンパイジのダブルダブルダブル。おー、つい、止まれ。大丈夫でしょ、これは。よーし、よかった。よかった、よかった、よかった。手がと、おー、サムだ。おー、 25% 2連チャン。よー、これはレアですよ。
いやさすがっすね。あと10例ぐらい。じゃあ誕生日以来初めての当たり。そうですよ。長かった。長かったね。おお金魚群出ました。やっと楽しくなってきた。やっと楽しくなってきたよ。同時に8を引いたわけだね。8。4ラウンド。サメでいいかな。来てるよ。来てる来てる。今波来てる。8ラウンドぐらいに上がらないかな。でも手を合わせて。8じゃなくて16だった。すげえ。4連目も16ラウンド大当たり。シオネーにやっと笑顔が。いるか。おお、クラゲ来た。音符音符。魚魚来た。おお来た。俺も来た。誰が当てるのだ。キリン当たりました。お先に。いやいや、シンクロしたのにこちらだけでした。16ついてるでやんす。そうこれ16でしょ。またほら、あランプぐらい見れるわい。なんか6回の大当たり中16ラウンド大当たりが4回と勢いを取り戻した塩根。大逆転なるか。さあ後半戦でございますけれども、はい、相変わらずオプトムソ打っていきましょう。はい、まあちょっと思ってた以上に稼働が上がってるからさ。そうですね、うん、全体的にちょっと動けないかもしれないんで、うん、ちょっとまあ慎重にね。そうですね、いっとかんと。いかんせんね、準決勝ですから、うん、勝とう。勝ちたい。うん、任しとけ、うん、俺が出したる、はい、うん、頑張っていきましょう。はい、頑張ります。はい、もう俺だったらね、今日勝てるね。よし、エンディング取りますか。ここまで順調な試合運びに早くも勝利を確信するネッス。当たるよ。誰かな。ちょっと当たりあった。5000円だけ測ってみた。 23.6。 おお優秀。俺もう突っ張るしかねえな。いかんせんガチなんで。賞金かかってますんで。おまけ決勝戦言ったらもうすぐ賞金手に入りますんで、確実に。任せてください。ところがやべえの見た。何？なんか積み始めてる。マジで？何箱？2箱ぐらい。 OK。 でも手元見てないから分かんない。もしかしたら3箱かもしれない。なるほど。やっと当たったんです。おめでとうございます。ありがとうございます。でもすごい、うちら箱なくなっちゃいました、飲まれて。でも全然全然こっちマイナスなんで、あんまりご心配なさらずに。いや言うてもね、こっち全然つるっといきそうですよ、ね、つるっといきそう。まあ、頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。あー足突っ込んでるね。ちょい足突っ込みだね俺も。ここに来て全く当てられなくなったネッス・セグコペア。決勝進出に暗雲が。残念。いや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 、もう素晴らしい。でも6連チャン、6連チャンで4回16ラウンドでした。振り分けにはだいぶ恵まれた。まあ当てないと追いつけない、ね、そうですね。大逆転に向けてさらなる当たりを目指す塩の塩姉ペア。すると、お、魚魚魚、大きな魚。これは当たるでしょう。デカめだし。8でいい、8でいい。おお。びっくりした今。最初から揃えっつうの。8ラウンド。
あら、16ラウンドじゃないですか、自分も。あ、びっくりした。今、来ないと思ってる。これで2連目。気になるラウンドは？16ついてるでやんす。違う、秘密。秘密ってバレてますやん。秘密。スーパーラッキー。乗ってきた塩野は4連まで伸ばし。いい感じ。いい感じきましたよ。これはね、10連ぐらいいくかもしれない。もしかしてれば。もしかしたら。このまま順調に出玉を伸ばせるかと思われたが。お騒がせだな。残念、塩の5連で終了。とその時。ちょっともてあそばれてるわ。もてあそばれましたね。あ、先読み来た。お、出ました。お魚ちゃん、全長1回からお魚ちゃん音符です。当たるね、これ。あ、ミスった。いやー、スペシャル曲たた、ね、タイムでね、よかった。16。あー、まあいいや。完全に復活した塩根は塩野と入れ替わるように大当たりゲット。これは大きい。さあ、塩根、ここ見せ場だよ。見せ場、スペシャル魚群。スペシャル魚群出しちゃうぜ。来い来い、ダブルダブル。来たー、出ましたー。お、来た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 。あれ、いたの？来た来たって、どこにいるの？塩野さん。いやいや、今すげえ離れたスロットコーナーだけど。なんでスロットコーナーにいるの？いやいや、今音聞こえたから。えい、タッチして。反応しない。16だね。今トイレに来ました。え、トイレの実況いらない。今トイレに来ました。いらないよ。お、金魚群出ました。16ラウンドだといいな。なんかやっぱサブとか出んのかな。塩根、これで3連目。前半の不調が嘘のように出玉を伸ばし始める。ST 残り2回転に追い込まれるも、折り近かった。あ、お、おさっきゃな。おお、こんなクラゲ出る。お魚ですよ。あ、 3D 音楽じゃないこれ。おお、 3D の音をしたと思います。気のせいじゃない。いや、多分ってやつが 3D だった。え、そんなのもあった。多分あります。へー、よーし、俺も 3D って言おう。当たりそうな時。当たりそうな時って適当じゃないですか。おお、いきなり。しかも7じゃん。リーチがかかった。あ、え、なになに、これ 3D じゃねえの、これの。え、音全然私こっちの音で聞こえる。ほらほら、見て。あー、いや、ぽいぽいぽい。 3D ほら来た、ほら。マジマジ、トリプルリーチ。 3D 言いたいだけに聞こえちゃった。違う違う、ごめんなさい。あれ、いや、ほんと絶対そうじゃん。そうだそうだ。よし、 3D 間違いない。 3D 間違いない。 2D じゃない。これで2人揃って ST 突入。一気に巻き返しにかかった塩の塩根ペア、決勝進出待ったなし。プス。なんかデス君の笑い声がサウザーに聞こえる。ハマっちゃってるともうね、なんかわけわかんなくなっちゃうからさ。いやー、ちょっと追い銭ですね。3箱使い切ってしまったのはちょっと想定外です。後半戦、まだ一度も当てられないネッス・セグコペア。
しかし、あれ、なんだ今の音。入場時金です。あ、相当熱いっす。相当熱いっすよね、これね。3連は行く。うわ、これは期待してるぜ。ブルッタ、ブルッタ、え、ここで出てくるの。まだその時ではございませんということで、興奮しすぎて、おつゆがいっぱい飛んでおりますけれども、あー、軍来た。ハート様、ハート様はおらんけど。金保留から雑魚軍発生。ここは是が非でも当てておきたいところ。果たして、これ大丈夫か。いや、金保留、金保留、これはいくでしょ。うわ、あれ赤くない。頼む、よし。あー、ドキドキした。やりました。長かった。お願い、ここで通常は嫌だ。なんも出んけど、頼む、お願いします。ゴーで止まれ。バカなんじゃないの。痛すぎる通常大当たり。ゲットボーナスです。しかし諦めない不屈の男ネッセ。その熱い思いは台に伝わるのか。星隣もなかったら違う、2.5 とか、うん、でー、残念。残念、ちょっと弱すぎだったみたいですね。え、まさかね。あっ、いった。ネッス失点チャージから執念の ST 突入。おお、ありがとうございます。待ったかいがあった。おお、マジか、嬉しい。79回転目です。こっから連チャンさせましょう。相手チームがどうなっとるか知りませんけれども、打者ええんじゃ、打者。うー、色が変わって変わらないけど、うん、いいよ。ドーンドーン、弱い人で、強い人しか来ねえな。はい、よし、よし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 、キュピューって言ってるし、これでたまらん。早速16ラウンド大当たりゲット。これは嬉しい。ニヤニヤしちゃうな、本当。何言ってもダメだ。ダメか。ダメだ、もうわしは諦めたよ。不調のセグコの分まで出玉を稼ぎたいネッスだが、よしよし。あ、保留連、保留連です。あら、薄いとこ引いたね。あ、大丈夫です。保留連からの16ラウンド大当たりで4連目。しかしこんなところで満足していられないぞ。おっほう、いったれ、テンパレ、頼む、こい、こい、だっ、おー、素敵、素敵、いいなー、ちょっとこっちもそろそろ当たんないっすかねー。ねえ、申し訳ないね。あ、いやいやいや、全然。おお、いい、セグちゃんが出しててこれ羨ましかったやつ。あー、回想ムービー、うん、嬉しい。宿命回想ムービーは16ラウンド大当たり濃厚。ネッス乗ってきた。いい感じですね。この調子でいきましょう。このペースを乱したらいけん。加速度的に出玉を伸ばすネッス。勝負の行方は終盤戦へともつれ込む。見てきてください。現在2人揃って ST 中の塩の塩姉ペアは、あれ、ああ、びっくりした。ああ、
これは80パーぐらいあるよね。やりました。1ゲーム連長いぞ。ピッチかかって、あー、おー、やりました。泡いば滑った、滑り泡でしたけど、なんかすごい滑り方した。どっちも滑ったと思います。3ですか、4ですか。戻りだから、あー、よかった。すげえ、そのやり方やだ。なんでちょっとうざいですか、うざいですか。その後も勢いが止まらない2人は一気に出玉を伸ばす。やり申した、やり申した。よし、お、今 3D ボイスでしたね。マジで、これは大丈夫だろう。よし、せめて8に。そうだね、8欲しいね。8、おお、16いけました。塩根、これで9連目、お見事。もうこれでチャラライン来たんじゃない。1万発出たかな。おー、来た、でかい、見て、あー、すごい、魚群ゾーン、魚群ゾーン、やりましたね。マジ？マジっすか？今のやっちゃいけない。もう、お向こうに行けないよね。今のないわ。魚群ゾーンを外しショックを受ける塩の5連で終了してしまうのか。ああ、クラゲ来た。もう期待しないで、俺やるから。お魚期待しちゃうよ。ラスト4回転3回転当たり、マジか、戻った塩ね、やめて。もう終わっちゃった。9連ちゃんでした。いや、でも7000発出たからね、これで7000発出た。仲良く ST 終了するも大きなアドバンテージを得た2人、決勝進出まであと少し。見に行く、すげえ出てる。マジで俺勝ってると思ってたけど。いや、2万発くらいあるかも。任しとけ、わしがレンチャーさせてやる。いやー、ちょっとごめん、私が完全に足引っ張ってるわ。いや、大丈夫。いやー、ちょっともう私ラッシュ入ってある程度レンチャーさせないと多分負けるわ、あれ。いや、そんな出た、やっぱブラックライト怖え。怖いなー。ナイス。こいつの怖いとこも俺がしこたま見せてやりますよ。頑張っていきます。ラストチャンス頼む。止まれ、ないかな。よし、頼む、行ってくれ。あ、セグちゃんも、セグちゃんもあるよ。あ、キリングカットイン出てこい、カットイン。俺ファルコまあまあ強い、まあまあ強い、頼む。連打だし、行って、それでも行ってくれ。うおー、キッチセーチャンス。お、ある、ある、来い。うわネッス、ラストチャンスの ST も6連で終了。決勝進出の夢は儚く消えた。ウイニングランとなった塩の塩姉ペア。すると、あ、ウツボ、ウツボ、ウツボ来た、あっちに。これほら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 、ガオーって、ガオーって言ってるよ。クラゲまだ行くんですよ。お魚音符、音符ね。ほら来た、お魚音符。これは熱い、ウツボ、音符、魚群、6、アンコ、ピタッ、やるー。10連、10連
じゃあせめて16ラウンド1回。あ、私もウツボ大好きなのに、ウツボの写真結構あるのに。え、いやマジで好きなんです。え、撮ったどうってやるのこれって。俺そんな人初めてだ。え、マジで好きなんです。ウツボ好きとか、ほらウツボこれす本当だ、本物。まあまあでかいでしょ、まあ、ウツボなんですけど。ウツボでかいでしょ、かわいい。ウツボの話は置いといて、塩野はこの後も絶好調。はい、早い。お、やりました。久しぶりのカニと起きた。あ、あ、ノーマル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 、音符当たっちゃったよこれ。やりますな。あ、おお、やりますな。やったよ。素晴らしい。ああ、 3D 来たよ。今 3D でしたね。お魚出すぜ。はい、お願いします。また読んだよ。せめて8に私があげましょう。16になりました。いやいや、俺俺俺だから私のマジックハンドでクラーゲ。あ、でもクルクルした。これプレミアだな。これ何が出てたんですか今。いや、裏側で船長、船長プレミアだと思うよ。素晴らしい。すげえな。結局この ST が11連まで伸び、累計出玉は3万発オーバーに。堂々の決勝進出となった。全開で極めつけ出た。もう終わんないよこれ。今16ラウンドいたんですけど、時間が近いみたいなので、はい、これ終わったら消化してね。はい、はい、エンディングお楽しみにということでね。結果すごい気になりますね。お楽しみに、はい、あ、次戦終了。お疲れ様でした。何ですか最初の一言。いや、もうなんかさあ結果が出たということでございます、はい、はいはいはい、さあ準備よろしいですか。はい、それでは一斉にオープン。じゃーん、レッスンペアマイナス3325玉、そして SFC オロシオネペア18419玉ということで決勝進出。 SFC オロシオネペア、やりました。すごい。やだ、いやいやいや、早いよ。早い。もうちょっと触れて。もうちょっと触れて。なんすかあの巻き返し方、ほんと。すごーい。ね、ちょっと私、ね、半べそ書いてたんですけど。いやいやいや、聞いてますよ。投資も4万円。私が4万円 で、ね、やっと4万円で当たって、トントンまで持ってて。はいはい、おー、で、あとはもう浮いた分はほぼ。すごーい。塩野さんが。です。いや、なんか誕生日を、ね、きっかけにもうでんくなったっつって。そうなんですよ、ね、あのとりあえず一回あの中間報告の態度悪かったんであれは謝ってもらっていいですか。すいませんでした。いやー、よう喋るようになりましたね。すいませんでした。もうね、軽やかでしたよ。もうちょっと言う、病は木からです。そう、もう前半さ、目が痛い私。そう、目が痛い、目が痛い、目が痛いって。でもう終わる頃には目はバッチリ、バッチリ、バッチリ。いや、ちょっとさすがにかわいそうだなと思って、塩野さん当たったらいいなって言ってたんですよ。優しい、優しいよね。情けなんかかけなきゃよかった。あんな優しさを見せるべきじゃなかったね。ほんとね、追い込むべきだったね。もう潰しにかかるべきでした、ほんと。両目がおかしくなれっつって、こう私が完全にちょっとこっちは足引っ張っちゃった感じになっちゃったんで。そうですね。
フォローしないうーん、まあ俺出てるしそうなんですよこれ1万円が僕なんですよ。あ、そうなんですか、はい、あれは海マックスでしたか。ライトってこの辺に書いてあったよ気がするけど、まあ、なるけど、いや出るときそうなんですよね。面白いですよね、ブラックライト。めっちゃ楽しいんですよ。というわけで、決勝進出決定しましたんでですね、まあ意気込みなんかをですね、まあでも 前回もね決勝行って、あ、負けたんで、でそれこそブラックライトで出されたんで、見事に確か同じパターンで、だから今回見事返されました。もう本当圧倒的に勝ちたいよね。そうですね、これぐらいの、いやこんなもんじゃない時間。おお、もうケチョンケチョンしてやるぐらいのこと言っといてくださいよ。お手柔らかにお願いします、謙虚謙虚だね待ってろよぐらい。ああ、そういう、そういうの。ちょっと今日もギリギリ私プラスになったぐらいなんで、私もね、好感度上げようとしてもそれ以上上げなくていいから、まあね、ぜひ応援しておりますんで。 ありがとうございます、はい、頑張ります。皆さん頑張ってください。えいやもう我々勝ったんで、もう2人ともすごく応援してますんで、はい、ぜひとも決勝で大暴れしてください。はい、はいはい、というわけで今回は以上でございます。決勝頑張ってください。お疲れ様でした。お楽しみに決勝。ついに次回第5章決勝戦、半年にわたった熱き戦いを制したのはどのペアだ。お見逃しなく。人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信。毎週火曜最新、ウイチとヒカルの面白いテレビ。毎週水曜配信、嵐と松本。毎週木曜配信、魚拓と成瀬の土とすっぽんぽん。毎週金曜配信、どうにか貧乏家族。さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信。 YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。